感謝ラボ始まりました。今回はですね、八戸さん、ヘアメイクの八戸さんがゲストに来てくれました。ヘアメイクの八戸よろしくお願いします。よろしくお願いします。今回はですね、私が持っているメイクポーチ、実際自分がこうメイクするってなったら、うんうん、この色どこにあればいいんだろうとか、うんうん、もうちょっとなんかこの色買ったはいいけど、うんうん、なんか使い方わかんないかもみたいなのをちょっと教えてもらいたくって、うんうん、いいですか？ぜひ。きっとね、皆さんもあると思うんですよ、うん、この色をどうしようみたいな、うんうん、買ったはいいが、ね、そう、見た目は可愛いんだけど、うんうん、なんかね、うん、きっとお店の人にこう勧めされて、うんうん、買ってみたっていうのはあったとしても、うんうん、なかなかこう使いこなせないとか、そうだね、実際つけてみたらなんかよくわかんない、うん、ねっていうのあるよね。ね、なんかその時可愛いと思ってもさ、そう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 、なんか自分実際こう洋服着てやるってなった時に、うんうん、あ、みたいな、ちょっと違うかもみたいな感じになることもきっとあると思うから、うんうん、ね、でそういうのを私も学びたいので、早速聞いていきたいと思います。ここにね、メイクポーチがありますよ。私のメイクポーチの中身を、はい、たくさんありますよ。こっちにも。なんでそんないっぱいの？大好きだから。そう、大好きだから、ね、いっぱい買っちゃうんですよ。で、まずはアイシャドウ分かりやすいですか？そうだね、そシャドウ分かんない人が多そうな気がする、うん、じゃあシャドウを聞いていきたいと思いますじゃあスック、うん、私が最近この使っているスックの、あ、きったねスックのこちら、これは割と皆さん使いやすい色なんじゃないかな、うんうん、これは絶対持ってると思うんですよ。こういうベージュ系とか茶色系の色は持ってると思うから。うん、パレットとか。ね、これをちょっとレクチャーいただこうと思うんですけれども、はい、この濃い色とかどうですか？濃い色、うんうん、この割と使いたいけど色がカッてはっきり出るじゃないですか。あいちゃんはいつもどうやって使ってんの？これ。私はこれを使ってますね。これ、この色。それね。この色すごい可愛い。可愛くて。あ、じゃあ本当に結構ブラウンって感じの。そうですね。でもそんなにね、そんなに色が出ないね、うん。これを単色で？そう、単色で使ってます。ホールに上下に。ここと、ここに、うん、結構割と入れてますね。うんうんうん、じゃあ、うんうん、それを、はい、愛ちゃんに実際今やってもらう。お、わかりました。うん、いつも通りな、愛ちゃんの単色。わかりました。をやってもらって。このついてる筆を使ってやってます。うん、使いやすいよね、そういう色は。そうそう。ね、なんか肌にもすごい馴染むから、こういうブラウンって。そうなんです。で、この細い方を使って、うん、ちゃんと使い分けて下をね、下をね、うん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 、かわいい、いい色。今こっちだけしかない、うんうん、そう、今はいい色、うん、これを使いました。これで、はい、これがいつもの愛ちゃんのやってる感じで、うん、単色のブラウンに、うんうん、じゃあ他の色味を足してみましょう、うん、はい、わかりました。この濃いやつ一番、この人を、濃いやつは目の際に入れると、うんうん、結構締め色になるんで、はい、わかりました。このチップの細い方に取って、はい、際の際までいけるように。で、目尻から、内側にこう入った方がつけやすいかな。なるほど、こういう風に描くんですね。そうだね、中に向かって、そう、中に向かった方が馴染みやすいかも。なるほど、なんか外に行くと結構跳ね上げちゃうから、ブラウンとかでこういう感じになりました、うんうん、うんうんうん、これやっただけでも結構、うん、さっきの単色のブラウンとは全然また変わってくる、うんうん、確かにね。ちょっとなんていうんですか、うん、このグラデーションというか、うんうんうん、ができる感じなんですかね、うんうん、結構アイラインとかいらないですよね。そう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 、うん、ラインみたいな感じで入れてるから、うん、目にメリハリがついてくるっていうか、うんうん、締め色をまた全体に塗っちゃうと、うん、結構なんか均一されちゃうから、うん、抜け感がなくなっちゃうかもしれない。なるほど、抜け感大事ですよね、うんうん、だからこの本当際にだけ入れるっていうのが結構今っぽい感じになるかなって、うん、今っぽいんですって。確かにこうまっすぐ入れちゃう時もありますもんね。あるあるある、それはそれでいい時もあるけど、あえて今回は、うん、なんか今の愛ちゃんな感じだとこういう抜け感がある方が似合うかもしれない、うんうん、なるほど、抜け感大事ですね。そう、
じゃあこの真ん中の色いってみますか、うん、はい、わかりました。これは私だったら下に行くかもな、うんうん、なるほど。下の上向いてもらってこの中央の下に置く感じにします、うん、なるほど。そう、ここにだけこうやって置いてもらって、うんうん、そう、なるほど、うん、うんうん、そうすると結構また今度下にメリハリができてくるっていうか、うん、さっき愛ちゃんが下に引いたブラウンの上から行ってるからそれと馴染んで、うん、なんかこれがポイントになって結構おしゃれな感じに見える、うんうん、もうちょっとキラッとするからいいですよね、うん、でここにまた下にメリハリができるから、うん、なんかポイントにもなるし、うん、いいんじゃないでしょうか。いいんじゃないでしょうか。やった。で、うん、今ね、こっちしかやってないんですけど、うん、やっぱりこっちの方がね、こう、メリハリがある感じですよね。うんうん、で今、マスカラだけ塗っちゃってるからあれだけど、うん、なんか違いますよね。うんうん、こんな感じです。うん、そうかも。それで、うん、最後にこの白いやつは、うんうん、もう手で。手で。手でいこう。結構ラメが入ってるんだね。はい、ラメが入ってる。で、閉じてもらって、はい、この塗ってない眉毛と、うん、さっきのシャドウの間とかに、てん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 、ちょっと軽く置く感じ。あ、てんてんてんと置くのは、なんか理由があるんですか？これは、まあ、べったり塗っちゃうと、うん、なんかこのラメが、べったりついちゃうから、あ、なるほど、ラメをちょっと散らばすぐらいのノリで、うん、なるほど。これも抜け感ですね。抜け感ですね。でも割と私ベタって塗っちゃって、うん、あってこ う一番最初に置いた場所にこう、うん、ラメがベタってなっちゃうんで、なるほど、点点点点でやることですね、うん、なんか全体にガッていくんじゃなくて、うん、本当に手でちょんちょんって置くぐらい、うん、だからなんかムラについてるぐらいの方が、うん、抜け感ができていいかも。なるほど、やっぱり抜け感ですね。こういう感じになりました。うん、どうでしょう、うん。いい感じですね。いい感じですね、うん。でも4色全部使いましたよ。そうだね。うん、でもすごく使えるかも、うん。このパレットは使いやすい。うん、ああ、確かに。おしゃれ。ね、結構違うよね。うん、すごいね。それだけでも単色とまた全然違うのかな。すごい。じゃあ。締め色から濃い色からこの細い色を使って、うん、外から内に向かってそう味だけ味だけなるほどね、うんうんうん、マジではいらんいらないですね。そうだね、結構発色がいいからね、それ、うん、なんかうまくできない。え、なんかうまくできない。え、ちょっと待って私は難しいよね。いや、上手。いや、さすがだわ。あ、そっかそっか、確かに結構つくなね、これね。ね、すごい上手だね、さすが。これ結構割と難しい、うん、で、うん、このさっき入れたリップとアイシャドウ、この2つをバランスを取るためにここにチークを入れるっていう感覚で、うんうん、はい、さっきこれ、うんうん、アイちゃんのを入れていきます、はい、チークも、うんうん、あんまりなんか均等によくあるこういう感じで入れるよりも、うんうん、やっぱこういう練り系のものってあんまつかめないじゃん、やっぱどうやって入れていいのか、うんうん、確かに。でも意外となんか何も考えないで入れた方が、うんうん、なんかこう指にとって、うん、あえてちょっとムラっぽく入れた方が、そういうことか、うん、なんかここに綺麗にこの練りチークがグオンって入ってるのって、うんうん、結構顔の中で不自然だから、うん、なんか顔色を良くするためにとかに、うん、ここにわざとらしく入れちゃうよりも、うんうん、なんかこう指にとって、うんうん、これをなんかポン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 みたいな感じで、うんうん、本当にこのリップとシャドウをつなぐような感じで、うんうん、こう全体を見つつ入れていった方がなんかバランスが良くなるのかな。やっぱりバランスですね、うん、こういう感じです。はい、こんな感じで出来上がりました。まあでもリップとかはね、まあマスク生活だとちょっとっていう方でも、やっぱチークと目元っていうのはやっぱ出るじゃないですか、うんうん、だからぜひ
やってみてください。ポン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 でいいですね。そうだね。うん、あんまり深く考えすぎず。うんうん、やっぱ考えちゃうと止まっちゃうんですよ。うん、どこに置こうみたいな。うんうん、まあ、チーク抜けばいいかってなっちゃうから、うんうんうん、でもやっぱ顔色いいく見えた方がいいじゃないですか。そうだね。だからチークっていいなって最近もまた改めて、わかる。なんか思うようになりました。うんうん、なんか引くことが多かったじゃないですか、うんうんうん。チークなしっていうチークレスが結構流行ってたりもしたから、かかだけどなんか最近やっぱチークって、コスメが好きになった時に、チークをすごいしてたんですよ。うんうん、なんかちっちゃい時に。うんうん、で、こうチークつけて。なんかわかりやすいもんね。ここが。色味があるっていう。口紅っていうよりはチークを塗ってた思い出もあるし、うん、だからやっぱチークが好きだったなーっていうのを最近思い出してて、だからそういうのを聞けてよかったです。うん、あとなんか最近のチークって、うん、それこそあんまりチークチークしてないから、うんうん、こういうなんか、練り状のものだったりするから、うん、なんかあんまベタってつかない感じが、うん、確かに多いから。しかもリップにもできたりするのも多いし、これもできるんですけど、うん。昔のやつよりはラフにつけられるのかな、うんうん、確かに。チークが。すごい勉強になりました。きっとなんか、あ、どうすればいいかわかんないって人って結構いたと思うんで、うんうん、チークは特に。そっかそっか。うん、なんかアイシャドウってなんとなくこう、ここに入れるっていうの分かりやすいんですけど、そうだね。だからチークってなんか、もうほっぺたの面積も、目よりも広いじゃないですか。で、ここに入れるのか、ここに入れるのかみたいなことが結構、年齢上に向いちゃったりとかもするから。変わるよね、入れ方によって。ね、ポンポンで適当にっていうのはすごく、どうでもいいんだなっていうふうに思いました。ハイライトを。うん、このさっきのパレット。はい、うん、そう、ハイライトってさ。使いやすいかも、これ。あ、本当ですか、うん、これ多分マット？マットじゃないか。そうだね。なんかそこまでツヤすぎず、うんうん、テカテカにはならないけど。ね、ラメとかも入ってないから。そうだね。こういうものをどこに入ればいい、うん、入れればいいかっていうのも分かんなかったりするので。うん、まあでも私だったら、うん、まずこの目の下の、こっちかな、うん、この辺かな。この辺で、さっきの、うん、入れたチーク、こっちのチークにちょっと被るぐらい。うん、なるほど。うん。で、ここで馴染ませて、ああ、うん。そうするとなんかこの辺の肌のトーンがすごい綺麗に整ってくるから、うんうん、そうだね、こっちも、この辺に。でもこれも本当に指でこうやってトン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 って入れれるから、うんうん、なんかすっごい白くなっちゃったとか、うん、そういう事件が起きないで済むかも。うんうん、なるほど。ね。で、鼻。鼻。入れて、でも今マスク生活だから、本当にこの辺に入れるだけでも、うん、結構肌の色が明るく見えるかもしれない。うんうん。うん、そんな感じ？うん。いいじゃん。うん。そうだね、うん。なんかやっぱこのパレットすごいよくって。うん、これいいの、ね、これ大好きで。大好きな。なんかこのチークとハイライトがすごい合うようにやっぱできてるから、うんうん、これ一つあれば。ね。なんかこのピンクがそこまで発色が出ないからちょうどいいかもしんない。うんうん、ピンクすぎず、うんうん。で、大人っぽいピンクの色味だから、うん、なんかハイライト入れても馴染みやすいかな。うん、すぐいなくなっちゃう。めっちゃね、めっちゃ喋ってくれてる。私がいないと真ん中にいたから。いなくなっちゃう。またね、ハチさんはもう髪型とかもすごい素敵に作ってくれるので、髪型のレクチャーもぜひ。ということで、このチャンネルがいいなと思った方はグッドボタン、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。ハチさんのね、インスタグラムだったりとか、ホームページ、概要欄に。ホームページない。概要欄に貼っておきますので、皆さん。ぜひ、チェックしてください。インスタグラムやってますよね。はい。インスタグラムやってます。はい。ぜひ、チェックしてください。お願いします。ということで、ハチさんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。どうも、高橋愛ラボ、よろしくお願いします。お願いします。メイクの八戸さんです。メイクの八戸です。ハチさんです。こちら、アイシャドウ周りの、あれがちょっと使いづらいよってことで、これが、これこの何をどれの色でどうした時に何をしたらいいですか？ですね、まず愛ちゃん、はい、このブラウンをホール全体に塗ってもらいます。はい、あ、このホール、はい、これを、お、はい、どこ、このホールこのホールを、目の上に全体に塗ってください。はい、はい、
あ、そうです、そうです、そうです。上手、上手。あの、トントントンって置くと、抜け感出ますよ。いや、それ、それ、まだ先です、これから。わかりました、はい。そしたら、地面色の濃い茶色。はい。この目尻から少しこう内側に入れるといいですよ。先言っちゃってんじゃん。この目尻から内側に向かって入れていきます。これは全体に入れずにこの目尻だけに入れた方が、抜け感が出るので。やっぱりだ、ね、やっぱり思った通りだ。これで結構目が締まって見えますね。この中間の色は何使うんですか？この中間の色はこの黒目の下に入れたら良さそうだけど、そうですね。先に言っちゃってるから。で、この中間にラーメンを置いていきます。この真ん中だけにポイントを入れるといいと思います。そうですね。あ、全然違う、はい、かわいい。最後に白のラーメンを、トントントンと。なんで言っちゃうの？なんで言っちゃうんですか？これのせんで すごい、全然違う。お家にあるどうやって使ったらいいかわからないのはハチさんに聞いてください。高橋あらぽでした。またね。